2017年9月の6日、朝の9時54分です。おはようございます。よろしくお願いします。4時間枠が終わって2枠目ですね。楽しんでいってください。はい、風船5個ありがとう、男さん。ありがとうございます。はい、先んちょワード2。おはよう。先んちょワード2。おいみちゃん、いらっしゃい、ワドツー。タラレバ息子、いらっしゃい、ワドツー。おはよう。おはよう。おい、来てくれてありがとう、シーナちゃん。いらっしゃい。おはよう、ヒトラーさん。おはようございます。おはよう。風船ありがとう。おはようっていいよね。 おはようっていいね。なんかね、素敵やん。なんだろうね、おはようの響きの良さ。お休みは寂しいけど、おはようは素敵。イベントしないって言ってるのはしつこいよ、本当に。しつこい。ストロングさん、おはようございます。やらないもんをやらないんだっつってんの。関係ねえだろ、お前の人生に。俺が何しようが黙ってろよ、本当に。年を邪魔、お前は。俺がどこで何をやるのかはリスナーさんと決めてやるんだよ。邪魔をするな、邪魔を。
洋服は基本黒っていうか、もうメーカーも全部決まってますね、ポポさん。基本黒っすね。赤、白、黒しか身につけてないっす。まあ、基本黒が多いっすね、僕は。浅井さんの話はずっと聞いてたら理解できるの。昔は1割ぐらいしか分かんなかったの。何言ってるか全然分かんなかったけど、今は3割ぐらい分かるようになったかな。そうそう、そう、ユイガさんが電話かけて、用件分かる？土下座名人。着信残ってたんだけど、寝てたんだよ。だからメール返したんだけど、用件何だったんだろうと思って。そう、ユイガさんから着信残ってたんだよね。用件知ってる？土下座名人。なんか和道に言いたいことあるわとか、そんな感じなの？何だったのあれ。珍しいなと思って。何なんだろう。結賀さんから電話かかってくるって結構珍しいから。何だったんだろう。他、ホームレスの知り合いいたら紹介してほしいみたい。おお、全然いるけど。なんでホームレスの知り合い？それこそ石野がいるけど。うん。全然いいよ。全然いいよ。なんでホームレスに興味あるんだろう？なんでだ。今配信やってる？ゆいがさん。本当に？どれどれ。ゆいがさん。やってる？え？ツイキャスメンテナンス中だからやってないけど。ツイキャス誰もいないよ。ツイキャスメンテだって。今配信始まったからやってる？え、どこ？ないけど。今ツイキャス見てるけど誰も配信やってないけど。メンテナンス開けてすぐやる。うん。電話かかってくんのかな。ああ、もうすぐ終わるってことか。メンテナンスか。はいはいはい。メンテ開け？はいはいはい。了解です。あ、じゃあ電話かかってくんのかな。俺は待ってればいいの。いい、全然電話出るけど。昨日の夜7時ぐらいにかかってきてたかな。ゆいがさんから珍しいと思って。かけてあげたら喜ぶ。あ、了解です。じゃあ、まあ放送始まったら教えてよ。ゆいがさん始まったよっつってかけてみるわ。昨日企画を考えてたんだ。ああ、なるほど、なるほど。ああ、了解、了解。ありがとう、教えてくれて。俺も何だったのか気になってたからさ。何だったんだと思って。全然ウェルカムですよ。そう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 。
有名な人だよ。ねえねえねえ、金のさ、地金を買うんだったらどこのメーカーがいいとかあんの？田中貴金属がいいのかな？金の地金でおすすめのメーカーってある？田中貴金属と何があるんだろう。三菱マテリアルもあんのか。三菱マテリアルはもう閉店したの？日本マテリアル、やっぱ田中貴金属が一番いいのかな。始まった？電話かけて大丈夫かな？始まった？ゆいかさん、ちょっと待って、じゃあ電話かけてみるよ。繋がんないね。忙しいのかな。いや、もうやってたよ。もうやってた。変わってきた。あ、もしもし、おはようございます。おはよう、ごめんね、昨日は。あ、いえいえ、とんでもないです。すいません、寝ちゃってました。あとね、もう実は昨日電話したけどではないんだけど。はい、あ、ごめんなさい、ちょっと声が遠いみたいなんですけど。嘘、大丈夫？はい、あ、大丈夫です、聞こえました。そう、はい、電話した件な、電話した件とは別なんだけど。はい。あのね。はい。あの、
何人か集めて、はい。和道がやろうとして討論会をお客さん入れないやろうと思うんだけど、はい。どあ、全然。あ、ゆいかさん主催で、企画やっていただけるんですか？う？まあ、俺主催ってわけじゃない。別に主催が誰とかではなく、まあ、わかんないけど、あ、ぜひ売ぜ名ひ。チャンス。まあ、わかんない。いろんな配信者集まれば、まあ、売名チャンスになるんで、売名チャンス。あ、ぜひやっていただきたいです。もう、ゆいかさんが主催でやっていただけるなら、みんな大満足じゃないですか。あれ、まあ、なんで、普通の居酒屋で、でっかいモニターある場所あるから、Wi-Fi とかもあるから、キャスバーとかみたいな感じの場所なんですか？そこ放送は大丈夫なんですか？ただの居酒屋。けど、個室の部屋で結構デカめの、多分30人ぐらい入る部屋だけど、テレビがあるの。そこに液晶つなげるか、あ、液晶っていうか、普通に HDMI でつなげるから、まあ、それで、まあ、飯と酒を飲みながら、雑談をするというテーマを決めて。いいですね、すごく。ふわとさ、ふわとふわっちの配信者じゃん。僕、ふわっちです。とさ、雑談でやってる配信者さ、我こそは雑談でっていう人さ、ピックアップして何人か、誘って。あ、あれ、放送のタイトルで書いちゃっていいですか？ゆいがさんの企画で出演者募集って書いていいのであれば、バーって問い合わせ来ると思うんですけど、もしあれだったら今だすから、ぐやりますけど。みんな、3000円か4000円ぐらい、飲み放題と、食べ放題じゃないけど、食べ物が8品ぐらい付き合ってかかるから。じゃあ4000円ぐらいの予算でいいっていう感じで参加者を募ればいいですか？大体雑談の何人ぐらい、どのクラスで何人ぐらい集めればいいっていうのがあれば、目安が。関係なく、我こそは雑談でやってるんだ。雑談に自信があるんだってやつ。じゃあだから僕の、もう、かそったろうが、かそってようが何だろうがいい。何でもいいですか？もう雑談に自信があるっていう人。あ、じゃあ僕の枠で募集して、で、まだ返事はしないで、ある程度人が集まったゆいがさんに流して、ゆいがさんにピックアップしてもらうって感じでいいですか？正式発表はゆいがさんの枠でみたいな。そうだね。あ、お願いします。了解です。僕も参加でいいんですか？それは参加させていただけるんですか？あ、もちろん、もちろん。ありがとうございます。大体時期はいつ頃？荒野みたいなのダメだよ。雑談系ですね。もう完全雑談。わかりました。まあ、そんなところ、本当に要件はもうそれだけ。何人ぐらい集めればいいですか？僕の方で。まあ、2、3人ピックアップしてくれれば。あ、了1解で人す。2人でも、1人2人でもいいし。わかりました。募集かけておきます。よろしくお願いします。時期大体どれくらいですか？開催は。大体。10人ぐらいでやろうかと思ってね。あんま多すぎると、まとまんなくなるから、10人ぐらいでやろうと思って。10人ぐらいですね。大体、開催日時は、滞在日時で、どれくらいに、はい。月の終わり、遅くても来月の頭にはやりたいんだけ今月の終わりから来月の頭で、了解です。ど。また、ちょっと人が集まる次第、みんなのよ、あの、なんだっけ、日程を合わせながら、開催しようと思ったら。わかりました。すいませんけど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。失礼します。なるほど。じゃあ募集枠やりますか。じゃあ、ゆいがさんの企画で、トーク番組やりますので、次枠募集枠やります。皆さんお疲れ様です。テロップを変えるので枠変えます。お疲れーす。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよ、もう。